ここは無限に広がる大宇宙。の埼玉県春日部。最高のおバカンスを迎えるために新幹線に乗って九州に出発。おしんこレッツアッアッ。しかし父ちゃんがいない里帰りをしたらじいちゃんとばあちゃんは悲しみますな。誤解される言い方するんじゃない。パパの九州出張に合わせて熊本に行くの。それに今回は里帰りじゃなくてママの幼馴染のところにお邪魔するんだから二人ともいい子にしててよね。しんのすけたちは夏休みの1週間、九州に住むみさえの古い友人よよこの家にお世話になることにしたのです。熊本、熊本。おお、こっちこっち。疲れただろう。途中からみんな寝てたからあっという間だったわ。一行が着いたのは熊本駅。でも目的地はここからさらに2時間かかります。よよこの家はミサイの実家がある阿蘇の隣の隣の阿蘇の町。ちょっとそこ行く怪しい家族連れ。へえ。ふう、なかなかだな。やりますね。の美人の若奥様。私のことかしら。皆さんで我が社が誇る画期的大発明のモニターをやりませんか。ほら、もなか食べたいぞ。モニター、商品を試しに使ってみませんかってことよ。これはタダでいただけるんですか。さすがにそれはないだろうし、なんだか怪しいような。いえいえ、もちろんタダ。1週間使っていただき感想をもらえればよいのです。怪しいわね。でもただなら。
これは我が輩がライフワークとする研究テーマに沿った発明品で、古代からの伝承を想像力によって飛躍的に跳躍させた現代科学の粋でありロマンです。では記念撮影を。おう、じゃあお言葉に甘えて。謎の男がシャッターを押すと、奇怪な音とともに地面からカゲロウが立ち上がった。あれ、オラどこにいたんだっけ。しんちゃん何言ってんの。寝ぼけているんじゃないのか。いかがでしたか。これは撮った写真がイラストになり、日記などに貼れるようシールとなってプリントされる画期的かつ不思議なカメラ。素晴らしい発明でしょう。確かに絵が出てきたけど、手品みたいに種も仕掛けもあるんじゃないの。もう少し使ってみないと、まだなんだかわからない感じだし。また我が輩の発明の素晴らしさが分からん連中に声をかけてしまった。まあいい。すぐに奴らはこの圧倒的な力の前にひれ伏すことになるのだから。キッ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 。家族で旅に出たのさ、渡り鳥と星の海、とても暑い夏の日に空が映る水たまり、ひまわり畑夕立、笑い声と日焼け跡でもね、行き先知らない、ほうき星真昼の月、あったのかな。ぐるぐる
僕らの体とこの星の空でめくるめくる回る回る変わる変わるルルル。に着いた野原家の面々。ところが駅前がちょっと、どうしたんですか？どうやらここの遺跡から骨が見つかったらしいんですよ。遺跡から骨が出るのはよくあることなんじゃない？いえいえ、それがなんと恐竜の骨みたいなんです。恐竜？ここに古墳時代の遺跡があるんです。その人が住んでた古墳時代の遺跡から恐竜の骨が出たんですよ。ああ、来た来た。おーい、野原家来たよ。やっと着いた。ヨヨコ、お久しぶり。こんにちは。お世話になります。ひろしさんもお久しぶり。しんちゃんとひまちゃんは初めましてだね。ほら、しんのすけ。伊勢とひろしが古くからどっかりお世話になっています。こちらはヨヨコお姉さん、私の子供の頃からの友達なの。いわばちくわの友。ちくわ？ちくわ。小さい頃から一緒に遊んでいたことを言うのよ。よろしくね。ご覧のように食堂やっています。ちくわはないけどね。ララコちゃん、大きくなったわね。もう中学生なんだっけ。伊勢お姉さん、
くなったでしょう。寝る子は育つって言うからね。寝る子はお猿？それはモッキー。今から雨かな。というわけで、これがしんのすけくんとひまわりちゃん。よろしくね、モンキー。ウキーウキー。悪いわね、わざわざ来てもらって。いいのよ、宿場の友を助けに来たんだから。ありがとう、頼りにしてるよ、宿場の友。今週は急に手伝いが来れなくなったんでしょ。手紙の写真に写ってたイケメン。あの写真は1号さん、うちで働いてるのは3号くん。で、忘れてた、こっちで影が薄いのがうちのお父さん。よろしくお願いします。ようこそ。こんな娘たちだから気を使わず。自分の家と同じように過ごしていってください。小さな新聞社やってるの。裏に建物があるよ。おじさん、ケチャップ？ケチャップじゃなくてギャップ。新聞の記事をまとめる仕事なの。デスクとか社長とかいろいろ言ってたんだけど、なぜかキャップで定着しちゃった。そういえばここはなんで日の山食堂なんですか？それは簡単。うちの名字が日の山だから。ちなみにキャップは日の山守る。でもそれはもう全面的に忘れていいから。ずっとキャップだし、キャップ。ひどい言い方だな。うちの娘たち本当に口が悪いでしょ。はい、あ、いや、そんなことは。の生きがいは仕事の後にここで一杯飲むことなの。それを邪魔されない限り、あとは私たちのやりたい放題。おいおい、そんなことはないぞ。というわけで、野原家の皆さん、どうぞよろしく。
ちろんもよろしくね。ふふい。
はいはい。ふふい。どうやら一体どこにつながっているのかな。ここはややかでも、しんのすけはせん。もう夕方、どうやらシロが迎えに。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。夜は外に出ちゃダメよ。出たいときはママも行くから声をかけてね。声、声、かけたぞ。野原家が居候しているヨヨコの家では、夕飯が終わる時間になると、風に乗って女性の声が聞こえてきます。
隣の住人青山畑が子供たちに本を読み聞かせているのです。さて、今日のお話はどうでした？楽しかった？お母さん、誰か来てるよ。来てるよ。こんばんは。この子お姉ちゃんの友達の子なの、しんのすけ。覚えてる？さっき駅前で会ったよね。恐竜の骨、気になるよね。ふうふう、ねえねえ。夏休みでしばらくこっちにいるんだって。うちの2階で寝泊まりするの。うちの子たちと同じくらいだね。二人とも仲良くしてあげてね。はい、自己紹介。こんばんは、僕はカズマ。一馬って書いてカズマなんだ。かっこいいだろ。私はキネ。綺麗な音色という意味だって。この名前素敵でしょ。キネじゃないから。あれ、なんだかカスカベにいるみたいだぞ。その時、しんのすけは思いました。風間くん、毎晩ここでこうやって本の読み、あなたも遊びにいらっしゃい。その恐竜は女の子でした。名前はエル。体の長さが人の10倍以上もあるとても大きな生き物です。若い女性らしく、手足を大きな花びらや気の利いた美しいシダ類の枝で飾っていましたが、小型恐竜ラプトルには大きすぎると怖がられ、美しい羽毛恐竜たちには地味だと言われていたのです。なんてかわいそうなエルでしょう。イエーイ。ある日、まだ名前のついていない哺乳類の祖先が川に落ちて溺れていたので、エルがその長い首を伸ばして彼を川から助けると、周りに仲間の恐竜たちが集まってきて、口々に彼女の長い首を褒めました。誰になって3つくらいいいところはあるものです。それ以来彼女はその長い首が目立つようにちょっぴり工夫して、大きな花びらや気の利いたシダ類の枝で飾るようにしたところ、ラプトルも羽毛恐竜も何も言わなくなりました。イエーイ。エルは自分に自信が持てました。なお、これは首を長くして待ちましょうというお話ではありません。彼女は遠い未来にプラキオサウルスと名付けられる恐竜の仲間です。どう？面白かった？もう一回読みますか？イエーイ！その恐竜は女の子でした。名前はエル。イエーイ！体の長さが人の10倍以上もあるとても大きい。
どうやら扉が…えいふん、
そろ帰る時間だよ。おやすみなさい。素晴らしい今日が来た、昨日の次だ。みんなで体操深呼吸、ぐるりと回って1、2の3。ではいただきます。いただきます。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。
ふふーい。ややこおばちゃん、しんちゃん、え、ややこおばちゃん、しんちゃん、え、というわけで、アッソーの私に、しんのすけ、しんのすけ、
と、今週の館内の清掃はこれでおしまい。来週末こそは。積極的。オラなら今すぐでも OK だぞ。あなた誰？オラ野原氏。お姉さん、納豆にネギ入れるタイプ？何この子。お姉さん、お名前は？黒髪よし子。私は大学生なんだけど、このしんちゃん。というわけで、登場した。彼女の夢は、このジリ貧の新聞社が昔のにぎわいをと、もし、あなたの力でこの新聞社を再びお、オラの力でできたら？お姉さん、あなたとデートしてあげるわ。人生初デートの予行練習。というわけで、しんのすけの夏休みの目標は女子校になりました。でもアルバイトの女子校姉さんが会社の心配をするなんて、なんだか不思議な感じです。